描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。おー、頭部のアップです。かっこいいですね。下半身はこのようになっています。ご覧の通り胸と腰がこのヒンジでつながっているので、腰の可動はちょっと望めませんね。ですがきっちりこの戦国ドライバーのこの中に鎧が入っているのがかっこいいなと思いました。すごくゴテゴテしたアーマーを取り付けているんですが、とりわけこう太って見える感じではなくて、うん、本当にボリューム感がある感じで綺麗にまとまっていますね。こうして見るとそんなに着膨れ感はないです。かっこいい。早速いくつかポーズを取らせてみましょう。まずは手と足を思いっきり広げてみました。ははーっていう感じですね。市販のエフェクトパーツを置いています。こんなのとか、スタイの腰を曲げてみました。まあ、若干ちょっとディティールは崩れちゃいますけど、うまくやれば違和感なく曲げられるかなと思います。まあ、ちょっと違和感ありますけどね、この辺ちょっとうまく再現できなかったんですけども、ジョジョ立ちさせてみました。さあ次は武器を持たせましょう。ひなわ大大 DJ 銃の銃モードと、あとは無双セーバー、残月やオレンジアームズの無双セーバーの方にはペイントが施されていたんですけども、今回はオミットされています。体験に合体するギミックを持っているので、このように合体した時に塗装が剥がれてしまう恐れがあるので、あえてオミットしたのだと思います。こんな感じになります。こんな風にポーズを取らせるとかっこいいですね。ひなわ大大 DJ 銃は重量感があるんですけども、まあうまく持たせることができます。さあこのひなわ大大 DJ 銃と無双セーバー合体しますね。この体験となる合体用のひなわ大大 DJ 銃を使います。これで完成です。おー、かっこいい。すごい長いですね、この武器。重量感ありますけど、問題なく保持できます。こんな感じとか、こんな感じとか。大きい剣って肩に担ぐとかっこいいですよね。ちょっと仮面ライダーとは違うんですけど、スーパーロボット対戦に出てきた大ゼンガーみたいな、肩から担ぐようなポーズも取れます。劇中と同じように、手を当てがうことができます。こんな感じですね。手に持たせることができます。こんな感じとか、こんな感じとか。勝ちどきアームズはプレイバリューも満載ですね。あとは最後に横断歩道を渡る人たちみたいなイメージですね。特急一号乗り換えて勝ちどきアームズみたいな、劇中を見てたらありえそうですよね。乗り換えチェンジシリーズの特急一号です。ハマるかなと思ってくっつけてみたらぴったりハマりました。お持ちの方ぜひやってみてください。というわけで今回のアームズチェンジシリーズ11、勝ちどきアームズのレビューいかがだったでしょうか。今回の勝ちどきアームズは鎧パーツがすごくギミックがぎっしり詰まっていて、スイカアームズ抜きで考えたらもうこれがダントツで一番変形ギミックもありますし、それと同様に鎧パーツにさせた時のカブトポロリ、あれが一番多かったですね。もし実際に手に取った際は説明書をよく読めば、あまりそういうことはないと思います。インターネットではいろんな情報が飛び交ってますよね。もうこれが最強フォームなのかなと思ったらまだまだ進化するみたいで、今後がもっともっと楽しみです。アームズチェンジシリーズを持ってる方、持ってない方問わず、この勝ちどきアームズはすごくかっこいいので、これ一つでもすごく見栄えがいいです。このシリーズを集めてる方にももちろんおすすめですね。いつもチャンネル登録やコメント、高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。これからも仮面ライダーガイムや特急ジャーのおもちゃなどを最速でレビューしていきますので、チャンネル登録がまだの方、どうぞよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタホでした。横断歩道を渡る人たちみたいなイメージですね。君がいればきっと描けるよ。願いで聞いて。
イエーイ。